とりあえずやっていきますかね。はい、めちゃくちゃ久しぶりでして、どれぐらい久しぶりかっていうと10日以上空いたと思う。最後にプレイしてから、うん、だから正直住民の名前ほとんど忘れたかもしれん。確か釣りがね全然うまくいかんかったんよ。で、釣りをなんとかしたいし、あとさ、何かしらの材料が一個足りなかったんだよね。勝手に移動したよ。そっか、前回からなんか人が入院するようになるよって言われて、で、朝になったらなんか確認できるとかいうようなことを説明受けたような気がするけど、勝手に移動すんだね、こうやって。サイレンを聞いてくれたのね。あ、これレンジャーの二人だね。患者を空いてるベッドに寝かせて楽にしてやるわ。楽にしてあげるわにちょっと見えたけど、できるだけ早く直してあげてね。はい、わかった。あ、もし無理なら、マテオに頼むことになる。町の人の健康を危険にさらすわけにはいかないからな。じゃあさ、もし失敗してもマテオが何とかしてくれるのかな。しっかりお願いね。マテオに尻拭いしてもらいたくないでしょ。わかった焦っとるわ。わかりました。ルーを直した時みたいにやるんかね。あ、しまった。ちょっと待って。住民が病気になるとクリニックの空いているベッドに運ばれます。患者の頭上に示されるアイコンの数字は残り日数です。これがゼロになる前に患者を治療できなければ、患者は町から移されて高度な治療を受けることになります。なんか帰っていいような気がするんだけど。残り日数のアイコンは患者の治療に成功すると変化します。患者はもう一日休んで翌日には家に帰れます。誰だろう。シャオじゃん。シャオが寝込んでいる。右上腕がおかしい。こう移動させて、右、え、なくない？違う、これ左だ。こっちだ。あ、あった。はい。あ、そうだった。リズムゲームね。パーフェクト。あ、待って。やば。ちょっと待って、これさ。あ、はい、いかん。タイミングゲー苦手なんや、本当に。でもね、大丈夫みたい、ほんで。あ、はいはい。右上腕がおかしいで、判明したのがかゆみだってことが分かって、で、中和ハーバルバーもたまたま結構作ってあるんだよな。やるか。OK？ 来たわ。え、じゃあさ、これ薬多めに作っといた方がいいね。作れるようになってるもの全部。君は薬のレシピを公開すべきだよ。すごくよく聞く。ありがとう。どういたしまして。信頼がムーングローブ。よし、それなら。こんで、これに関しては解決しまった。でもただ、日数が減っ、なくなって、チェックマークがついた。で、さらに1日休むんか、それとも今日休むんか。でも無事解決しましたよと。で、確か犬、日課にしてる犬を呼ぶ、撫でる、好感度上がる。で、朝のうちにやんなきゃいけないこと。あ、そうだ、思い出したぞ。こっからいけるんや。バジルがない。バジル、これはデイジーだけど、とりあえずワイだ。枯れ取っておいて、で、鉄鉱石は、調合で、結構いいんだよね、縦2マスだった気がするから。で、犬の餌も取って、あ、これだ。これ。これを集めればいいよ。渡すイコールなくなってしまうので、自分の手持ちから多めに集めて、
よし、カルド。オットマンとこだから、奥の方だね。上の方、上の方。上の方。あ、これだ。じゃあ、ビーチへ移動して、定休日、土曜日。今、水曜日。よかった。せっかくなので話を。昔はちょっとは鳴らした船乗りだったが、今はこの島に惚れ込んでる。そうか、そんなに魅力がある場所なんだ。は？贈り物。待って、さっきさ、あの、シャを直したときになんか、紫色の袋をもらった気がする。間違えた。違う。よし。ここか？あれ？オットマン？あれ？やっべ、ここにいない。ちょっと待って。どこ行ったん？さん、こんな広大な土地で一体どうしたら、どうやってあなたを見つけたらいいの？こんなんさ、あ、いた。オットマーだ、よろしく。オットマー、クスし嫌い。レアのクスし嫌い。最悪。あのさ、あったクエスト。できましたよ。飯。持ってきたのか、やったー。でも嫌いなんでしょ。オットマンの部屋に行こう。あったぞ。ほれ、漁網をお前にやる。あ、そうか、漁網をもらうやつだ。飯喜べ。喜びました。よっしゃ、そんで犬。でも、ある。これ欲しいね。安い。待って、今、所持金いくらある？ちょ、もう一回。あ、結構あるじゃん、アルバイトしたから。じゃ、盛大に行きますかね。よっしゃ。ほんで、はい、犬。餌をやる。はい、本日のキノコです。オッケー、じゃあ釣りがしたい。でね、この人は最初から親切だった。こんにちは、私はシスターソセリアです。あれ？知らん人だったわ。ムーンベリーの人たちはあなたを快く思ってませんけど、心配しないで、教会は全ての人に開かれていますわよ。教会ってどこにあるんだ？主よ、祝したまえ、その皆において。まあ失礼しました、気がつかなくて。メシさん、ちょっと聖歌の練習。あ、歌やったんや。ちょっと歌えばよかった。あ、マリエル、クッキーを焼きすぎちゃって、マイヤーとルーが全部食べてくれるといいのですけど。先日も焼きすぎたね。ちょっと分けてくれ。マリエルは親切な人。これはデレク？あ、デレクじゃない方だ。ディーンだ。 おい、何見てんだよ。サボってないからね。いつもサボってるということでいいかな。はい、釣り人いるね。ジーク、君は猫が好きかね。猫は可愛いよ。あ、あの飼い主の人ね。行くぞ、釣り。こうやってやって、で、あ、こうだ。かかった。ちょっと待って。あ、待って。怒った時に、わかった。手を離す。
対抗だ。よし、ザリガニ釣った。え、白身肉。なんか緑でなかった頭の上に、なんだ。あ、なんとかハト。上に。ね、焦らず。もう一回。うなぎ最近食べてないな。もしかして一生あの釣りやりながらなんか喋ってるやつがいる。飯付近で。あー、キャプテンダンね。あいつ覚えてるわ。ここがたまり場なのかな。はい、カタクチは新記録ではない。さあ、焦らずに最後の勝負。あぶねー、あぶねー。よし、イワシ。カタクチじゃない方のイワシ。あ、危な、今危なかったよね。最後の最後に怒ってたよ、サバ。赤身肉。よし、マックス。マックス飛ばした。来てくんないかな。あの端っこのやつとか。来てくんないかな。気づけ。気づいた。よし、気づいた。よしよし。ずーっとキャプテンダン喋っとるわ。あ、あっさりいけるね、今回。なんか釣りのランクみたいなの上がってってる気が。あ、餌が。あ、もしかしてここの、ここでできるんか。あ、必要なもの、中級者用釣り竿とスーパーワーム。しまった、無駄買いした。餌と釣り竿をそれぞれ中級のものにしないといけないのね。 OK、 分かった。せめて作るか。あ、いい感じに豊富になったね。運動クレンザーも作ろうかな。っていうかさ、結構見たことない素材あるね。ここ。あ、これいいな。これで。あ、これなんか綺麗じゃん。これレシピ行きだ。よし、いい具合に調合もしたし、釣りしたし、何か依頼をこなしたし、これはいい日だったぞ。寝よう。